はい、本日はですねこちら最強のソフトシェルジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。いやいよいよ来ましたよ、ソフトシェルジャケット界のもう国王みたいな感じのね、クロート受けするようなソフトシェルジャケットをこちら購入しましたので、そちらの紹介をしていくということになってるんですけど、まずブランド見てもらいたいんですよね。このブランドが僕普段よく紹介してるのは、例えばノースフェイスとかね、アークテリクスとか、パタゴニアとか、そういうことではなくて、あれなんやこれ、見たことないようなわけわからんマークついてるけど、これ何ですのというと、一応このブランド名がですね、ティラックっていうブランド名にもなってるらしいですね。ティラックの、ティンドジャケットという聞いたことない名前がずらっと並んでるんですけど、まあそんなことは別に覚えなくていいんですけど、このソフトシェルジャケットが先日レアトレアっていうところでね、購入させてもらったんですけど、その時に店員さんにまず一番最初にお勧めされたんですよ。タクゾーさんやったらこれやと思いますよって言われたんですけど、へーぐらいな感じでパッてきて、へーぐらいな感じで買ってみたんですけど、これよくよく見ていくとですね、これ多分最後まで見てもらった、確かにこれソフトシェルジャケットでも最強やなって、そのノースフェイスとかアークテリクスより上行ってるやっていうのが分かってもらえるとは思うんですけども、それぐらい完成されたソフトシェルジャケットになってるんですよね。だからあれですよね、多分僕のこのチャンネル見ていただいてる方とかやったら結構クロート好きな方が多いと思うので、洋服とかでも結構クロートメーカーが好きみたいな感じの人が多いと思うんで分かると思うんですけど、例えばサッカーとかで言うたら本田圭佑とか香川真司、長友じゃなくて、もうちょっとこう後ろっ側にいてるね、こうなんか山口蛍とかね、あと森重とかね、あと酒井宏樹が好きとかね、そういうちょっとクロート受けするような感じで、例えば野球で言ったら、まあ、ちょっと昔になりますけど清原とか桑田じゃなくて、まあ、同じジャイアンツでも河合とかね、セカンドにおった河合、ショートも守ってたけどね、バンドの河合とか、あれが一番効いてるんよみたいな、そういうのが分かる方からしたら、あ、このセフトジェルジャケットはもう河合ジャケットですやんとか、酒井宏樹ジャケットですやんっていう、まあ、通に好まれるような多分ジャケットになってるんじゃないかなというふうに思いますので、こちらのね紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ機能面から考えてももうちょっとね群抜いていいのは当たり前なんですけど、それ以上にまた少量生産しかしてないっていうところもやっぱグッと当たるんですよね。響くっていうか、あ、少量しか作ってないんですって言われた瞬間にもう一気に欲しくなってくるんですよ。ほんで大量生産してますって言われた瞬間にどうでもよくなってくるんですよね。これって多分服好きあるあるやと思うんですけど、めちゃくちゃ世の中出回ってますよって言われたらへーで終わりやけど、実はねこれめちゃくちゃこだわってるんですけど、ちょっとしか出してないんですよって言われたら、あ、欲しいっていうのは違うと思うんですけど、まあそれがこれなんですよね。まあ、なので、今日この話していくんですけど、今日流れとしてはですね、まず形とかバッて見てもらって、もういかにもねソフトシェルジャケットならではの形になってて、ほんでまあその次に特徴ですよね、まあどういったところの特徴ありますせー言うて、デメリット、サイズ感、おすすめの人みたいな感じの順番の、まあいつも通りな感じでいこうかなと思うんですけど、まずね形パッて見てもらおうかなと思うんですけど、まずロゴから、見てもらいましょうか。ブランド名何やったかな、最初言ってたけどもう忘れたなってなるじゃないですか。僕も忘れてるんですよ。だから見るとね、ティラックっていう名前ですわ。ティラックっていう、まあ、ブランド名で、なんかチェコのブランドなんですけど、まあそこは別に置いといて、まあざっくりジャケットの外観見る限り、まあソフトシェルジャケットって言って、要はまあ風は全く動作変けども、めちゃくちゃ軽い仕様で作られてるから、まあ、パッと羽織ってパッと閉じたりとかできるような感じっていうのが、まあ見るからに分かると思うんですよね。ただその代わりジップとかはね、普通のジップ使ってるから止水ジップとかでも何でもないし、まあ、この辺はソフトシェルジャケットは全部そうなんですけどね、ノースフェイスであろうが何であろうが全部そうなんですけど、まあ、普通のジップ使ってますよと。ほんでもってポケットはですね、この胸のポケットが斜め側についてるっていうのと、あとは右のね後ろ側にもついてあるんですよね。でこれはまあ後々喋ってはいくんですけど、この中にジャケットを収納しちゃえるという、収納タイプのね、あれになってますわ。でまあここまではまあまあよく見る感じなんですけど、実は袖口もねこれ結構特徴的で、何かっていうとね、これパッて見る袖で見ただけじゃ全然わからへんじゃないですか。これ中から手通すとね、指親指だけパッて出るようになってるんですよ。でこういう仕様ってよくあるじゃないですか。なんかジャケットとかでもこれ親指通せるようになってるんですみたいな、ね、よくあるけども、僕あれいつも嫌いやったんですね。なんか出さないかと思って、この親指だけ開いてなんかちょっと出さないかと思ったけど、まああれもともと登山用でしゃあないじゃないですか。けどこれに関してはね、パッと見分からないんですよ。これ親指出すとこかどうかの全然分からへんけど、ようよう見たら、あ、親指出すとこなんやなと。で別にもちろん出さんでもいいんですけど、その縫製もちゃんと見てみたらね、あ、それ用に作った部分になってますやんと、この三角のとこそれ用にわざわざ作ってますやんっていう、こういうこだわりとかも見れてくるから、あ、なかなかいいじゃないのということになっててですね。ほんで裏側ちょっと見ていきましょうかって、裏別に特徴ないからまあまあええでしょうよということで、次は特徴にね行くんです。
ですけども、特徴がね何なんかというと、まずこのソフトシェルジャケットでとにかく防風、要は風通しませんっていうのはもう分かったじゃないですか。それはもう分かってると。やけどその中でもめちゃくちゃ丈夫な生地使われてるんですね。ここのあのタグがピロピロさっきから動いてるんですけど、そのピロピロ動いてるこのタグなんですよ。これがねパーテックスっていうタグになってて、これはめちゃめちゃ丈夫な生地なんですよね。だから普通のこういうペラペラの生地やったらちょっと破れる可能性がありますよと。ほなその上にちょっとリップストップナイロンって言ってちょっと破れにくい加工をしましょうねって、それでももしかして破れるって考えたらもうパーテックス使いましょうよっていう、もうこの最上級の生地を使ってるんですよね。でここまで使ってるっていうのがおそらく他のブランド見てもないんですよ。だからあパーテックスを使用しちゃったんだねと、扱っちゃったねというふうになると思いますので、これも見ていただいてる方からしたらそこまでこだわってんねんなっていうふうに思うと思いますし、あとなんかまあ一般的な感覚からしたらあれゴアテックス使ったらいいん違うので、なんかゴアテックスって万能じゃないのみたいな、なんかあのお腹とか痛くなったりしたらあのセイロガン飲んでたらいいんちゃうのって、まあどんなお腹痛いでもセイロガン飲んでたらとにかく治んのよで、あい万能の薬じゃないですかみたいな感じで、もうアウトドアって言ったらゴアテックス使ってたら万能なんちゃいますのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、やっぱりゴアテックスを、ね、入れるとね生地がその分分厚くなってくるんですよね。やったらこういうソフトシェルジャケットの柔らかい感じもないし、やっぱりどうしてもこう重くなってくるっていうことで、まあそれはねそれ用でまたいいジャケットがあるんですけど、これはそういうジャケットじゃないのでゴアテックスは使用する必要が全くないんですよね。だから今まではこうリップストップナイロンってこう破れにくい生地を採用してたんですけど、さらにプラスパーテックスという、イギリスの生地だったかな、なんかこのまあ生地メーカーなんですよこれも。でこれを採用してるっていうことで何言っても破れにくいんですよ。めちゃくちゃ強度あるっていうことになってるので、あここまで考えられてますねというのがまず一つですね。ほんで次はですね、これ実際着ていくじゃないですか。ほんなら分かるんですけど、こうやってね着たらねまず2つのことがあるんですけど、まず1つ目いきますね。1つ目何かというと伸びるんですよ。これピーってやったらビヨーンって伸びてくるんで、まあ、こうやって開けとったらね別に伸びることないけども、締めたりとかして、まあ、ここ突っ張りましたと、ほんならビヨーンってちょっとビヨーンって伸びるんですよね。わかるかな、これビヨンビヨン伸びてんの。このビヨンビヨンジャケットになってるんですよここはね。でこういうストレッチ性も入ってるんですよね。それから着てても着心地がいいというか、こう動きにくいとか突っ張ったりするのが全然なかったりするので、まあ、これも良かったりするし、あとねこのパッて着てる感じから、あとでまあサイズ感見てもらうんですけど、ゆったりしてるんですよね。今まで僕が持ってるソフトシェルジャケットってね、パタゴニアも持ってる、フーディニアだかな、アークテリクスもスコーミッシュってありますせと、でノースフェイスもスワローテールってありますよと、全部細いんですよ。めちゃくちゃ細い。なんでかって言ったら登山用に作ってるから、お前そんなもん勝手に街着で着んなよってことやと思うんですけど、まあ、僕とか街でしか着いひんし登山する予定今後もないから、ちょっとね細いんですよね。でそれこそまあ細いパンツ履いてる時とかやったらいいけど、私服で着るってなったら僕結構パンツ太めやったりするから、あんま私服で着づらいんですよ。でもこれねもともとワイドに作ってあるから、どっちかっていうとより街着に特化してるような感じなんですよね。でもうちょっと登山寄りの方は登山寄りの方で、このブランドからまたあるんですよ。なんていうブランドやった、そうティラックからね、またそういうのもあるらしいんですけど、これはちょっとどっちかっていうと街用にやってるっていうのがティンヌジャケットっていうジャケットなんですけど、ちょっとゆったりめになってますせーいうことになってるっていうのが、街用でも使えるというような感じですよね。まあ、ほんであと最後にねちょっと地味にこれはお伝えしといたらいいかなと思うことなんですけど、これジップね閉めるじゃないですか。ほんでジップ閉めてね、ソフトシェルってねやっぱ軽く作ろうと思うから、どうしてもねジップが1個だけなこと多いんですよ。だからもう一方通行、上まで行ったらおしまい、下まで行ったらおしまいっていう感じなんですけど、これねダブルジップになってるから下からも開くんですよね。そうやから、まあこんな着方するかは知らんけども、まあ一旦とりあえず上まで閉めると。ほんでちょっと下は首元だけ寒いから下は開けときたいんやみたいなね、こんなちょっと特殊な着方もできるというのがダブルジップになってるので、まあこの辺がね特徴になってくるんかなと思います。ほんでね、じゃあ次デメリットとは言いながら何が微妙なんかというと、このソフトシェルジャケットやからってことじゃないんですけど、全部のソフトシェルジャケットに大きな声を出して言いたい、アウトドアメーカーもそうやし、いろんなメーカー作ってるけども、ソフトシェルジャケットポケットもうちょっとくれよと。これさっき言ったみたいに胸ポケットとこのね右側がこっちのポケットしかないんですよ。まあ、ソフトシェルジャケットそんなもんですよって言われるかもしれんけども、ポケットとりあえず欲しいときは欲しいんですよね。これやったらほんまスマホ入れるじゃないですか。ほんで例えば家の鍵とかここに入れたりしたらもう終了になるじゃないですか。せめてもう一個あったらね、まあ、僕のチャンネル見ていただいてる方ってやっぱ紳士な方が多いので、ハンカチとか一緒に入れてね女性にパッと渡したりもできるから、せめてね女性のためを思ってもう一個ポケットを作っていただければありがたいなと思うんですけど、まあ、デメリットとしてはやっぱポケットが少ないっていうのが、まあ、ちょっとどうなんかなとかっていうふうに思うんですけど、まあ、それはまあこのジャケットじゃなくて全部そうやけども、まあ、このジャケットにも言えることなんかなということは思いますね。で次じゃあおすすめの人、どういう人がおすすめなんかというと、やっぱまあちょっと肌寒い時とかにさって着るとかね、まあ、そういうのはソフトシェルジャケットは絶対おすすめですよ
よって僕言い続けてるので、もう絶対おすすめなんですけども、それの中でもこのティンドジャケットがどんな人におすすめなのかっていうと、やっぱクロート受けするんですよ。ソフトシェルやのにこのパーテックス使ってますせとかね、あとダブルジップやってますせとか、ほんでこういうこの指出すとかあるじゃないですか、これね萌え袖バージョンというか、これなんかもう分からんようにねちゃんとしてくれてたりするから、多分これ見ていただいてる方は見てると思うんですよ。ああそうそう、ここのね丸い穴のとこめちゃくちゃダサいんよと、あれもういらんから切るのやめてんよっていうジャケットも多分あると思うんですよね。だけどこれに関してはあれそんな穴ありますかと。でもやっぱりこう ゆっくりね優しくしてあげてくださいよ。そのいきなりガバッといったったらあかんから、優しくやってあげるんですけど、優しくヒューってやってあげれば、こういうグローブとかねつけた状態とかでも指はもちろん通りますし、こういった機能性があるっていうのもあるんですけど、まあ普段ね登山とかでこう使われてるようなスペックっていうのを丸々街の方に合わせやすいようにデザインされてるんですよ。そやから僕みたいに登山性変形メンズからしたら、わめちゃくちゃありがたいなと、でしっかりこうドストライクなとこ着てくれたなと思うようなねジャケットということになってますので、まあがっつり登山する人からしたら別にあんまりいらん機能というか、そうやったら多分登山メーカー、アウトドアメーカーの方がいいと思うんですけど、登山せえへんけどこう街中で着たい機能性のやつってあるじゃないですか。でまた少量生産やし、ここのブランドなんかどこかようわからんブランドやから、もちろん有名やと思うんですけどね、僕知らんから、ちょっとなんかこう通な感じがあるじゃないですかということになってくるんかなと思いますので、まあその辺がおすすめかなと思います。で最後ねサイズ感に行きたいんですけど、サイズがね僕178-69でね L 着てるんですけど、まあ、ほんまにちょうどいい感じです。身幅はちょっとゆったりしてるんですけど、着丈がねそんなに長いわけじゃないから、どっちかというとねこう真四角というか正方形というんかな、まあ、そういうような形してて、まあ普段のソフトシェルジャケットってどっちかというと縦長な感じっていうか、横は細いけどこう着丈もちゃんと長いみたいなね感じのイメージだけど、これに関してはちょっとまあ正方形っぽいね、横幅がゆったりしてて着丈がちょっと短いような感じになってるというのが、こちらが可愛いジャケットになっておりますね。もしくは、酒井宏樹ジャケットということになっておりますので、まあ、最後は着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。ちなみにこれティラックってチェコらしいですわ。チェコね、これ言ったかな最初覚えてなかったけど、まあそんなことでね、本日はですねティラックのティンドジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。